純一くん、偶然ね。そう、そろそろ休憩しましょうか。朝から作業を続けてるし疲れたでしょ。じゃあ今日は私が飲み物を。本当あなたって面白いわね。ありがとう、いただくわ。あら、純一くんはコーヒーなのね。やっぱり甘すぎた。やっぱり男の子は甘いのは苦手なのね。ナホコいる？最高、ノックするなら返事くらい待ちなさい。おやおや、なんで純一くんがいるのかな。へえ、ほう、ナホちゃんがね、自分の仕事を誰かに手伝わせるなんてね。しかもわざわざここへ連れ込んで。なるほどね。私の手伝いをしてもらうのだから、ここでするのが当たり前でしょ。それだけならね。でもそんな秘密まで共有してるみたいだし。それより、どうしたの？わざわざここに来るなんて用事があるんでしょ。私は名前を貸してるだけだからね。今も借りてた本を返しに来たついでに寄っただけだし。あれ？説明していなかったかしら。今年の生徒会はね、私たち二人だけなのよ。正確には私だけというのが正しいわね。っていうか、今の今まで気がついてなかったの？そっちの方がびっくりだよ。うちの学園の規模なんてたかが知れてるでしょ。様々な権限を与えられていたとしても仕事なんてそれほどないもの。それなら多く人を入れない方がそこも発生しないし、作業の効率もいいとは考えたのよ。私もナホコが選挙に出る時の推薦人になったから、慣例的に副会長に決まっちゃっただけなのよね。だからナホコと話して名義だけの副会長になったのよ。学校の整備するより飛行機整備の方が性に合うしね。でも FF に出ることになったでしょ。だから最近のナホコは無理してるなって思うわけ。手伝おうかって言ったのに断られちゃったしね。だからここに純一くんがいたのは意外だったな。サイコには機体整備をしてもらった方がいいとは判断しただけよ。助言に追い出したわけではないでしょ。まあね。でもこれで少しは安心できるかな。ナホコって根を詰めすぎるから心配だったのよね。ねえ純一くん、ナホちゃんが無理してたらちゃんと止めてあげてね。これでやっと肩の荷が下りたかな。サイコは大げさなのよ。純一くん、あまり気にしないでね。ナホコ、
本気で言ってるの？私、そんなに疲れが溜まって見えるの？ま、みんなにはわからないかもしれないけどね。今日の練習だって、私には本調子には見えなかったよ。まだ形になってないだけ。パーツだってそうでしょ？最初は表面から見えないクラックが入るの。そこから傷が広がって、壊れることが多いんだよ。それなのに休憩もそこそこに出かけちゃうんだもん。心配になるのは仕方ないでしょ。それはでも少し安心したかな。ちゃんと手伝ってくれる人を見つけてて。あれ、もしかしてなほちゃん、早く純一くんと二人きりになりたくて急いでたんだったりして。うん、最高ったら。私からしたらあなたの方が心配だけどね。毎晩遅くまで格納庫の明かりついてるのを見てるわよ。あれは私にとっては趣味だしね。でもなほくんもそんな時間まで起きてるってことだよね。やっぱり心配かな。今自分がやりたいことをしていただけよ。サイコが言う趣味っていうのとも変わらないでしょ。お互い勝負ってやつかな。そうね。はい、前向きに前処するわ。なほちゃんには怖いお目付け役がついたし、私はお役御免かな。怖い怖い、逃げないと。それにこれ以上お邪魔したら悪いから失礼するね。二人とも一応学校だってこと忘れないでね。ほら、最後？もう、最後だろ。そろそろ続きを始めましょうか。であることを恨みたくなるわ。分かってるけど、このチャイムが恨めしくなるわ。さてと、素直に帰りましょう。持って帰って少し目を通そうと思って。そうね。君の気持ちを無限にするような行為をね。じゃあ、いくつかルールを決めましょう。一つ、一日の作業は無理がないようあらかじめ決めて、無理な作業は押し込まない。一つ、作業が終わらなくても必ず下校時刻には帰る。一つ、予定の作業が終わったら時間に余裕があっても必ず帰宅する。これなら君の気持ちを無限にすることもないでしょ。もう、サイコなら
こういうの気がつかないのに。一つ、作業は持ち帰ってもいいけど徹夜はしない。これでいい？そんなに模擬弾を使ったら予算が大変なことになるわね。絶対約束破れないわ。冗談よ。指切りゲーマー、嘘ついたら模擬弾10万発くらわす。指切った。そうね。あのね、もう一つだけいいかしら。手伝ってくれるお礼なんて言ったらおこがましいのだけど。よかったら、その、もらってもらえないかしら。ここには、他にいないと思うけど。あの、この前猫が、ほら。さ、手伝ってもらったりしたお礼なのだけど、もらってくれる？よかった。こういうこと、あまりしたことなかったから、安心したわ。そうね。でも、どんな願いを託すのかは、あなた次第よ。もちろん、私と同じ願いをしてくれると、嬉しいのだけど。さて、ずいぶん時間を使ってしまったわね。急がないと、時間に間に合わなくなるわよ。このお醤油取ってくれる？うん、ありがとう。二人とも話を聞いてる？聞いてるよ。わかってるのはいいけど。私たちが自由にできる練習の時間はどうしても限られているわ。なんとか少しでも補いたいと思うんだけど。シュミレーターとか。シミュレーター？確かに本格的なものがあれば補える部分もあると思うけど。そういうのを借りるとしてもすぐにはできないよね。心当たりを探すにしても期間が短すぎるわね。それなら心当たりありますよ。本当？パーチ屋に置いてあったりとか？そんなに遠くに行かなくても大丈夫ですけど。お待たせしました。どうぞ。うん、いつものことだから。いつもの？
はなかなかね。広沢さん、今度部屋の片付けを手伝ってあげるわね。頑張りましょうね。それでお話ししていたのはこれですけど。こんな本格的なシミュレーター、どうしたの？これ中古で買っちゃいました。もちろん感動品ですよ。ネットにもちゃんとつながってますし。これがあれば他のチームが使う機体の性能も体験できるし、具体的な対策も練りやすくなるわね。ナホコさん、使い方わかるんですか？小さな頃、これと同じものが近所の児童館にあったの。バージョンが上がってるせいで UI は少し違うけどね。あの頃の ID ってまだ使えるのかしら。あ、ログインしちゃうとログが残っちゃいますけど。後で消せるから問題ないわ。残しておいても広沢さんが悪用するとも思わないしね。あら、純一くんもやってたのね。奇遇と言っていいのかしら。うん、そうだよ。始めたばかりだからそんなに順位高くないけどね。最初の96完成の他には数機しか取れてないんだよね。純一くんはどうだったの？あの頃は結構やり込んでたのよ。全国一桁順位まで行ったしね。全国一桁？本当ですか？繋がったわ。この企業の律儀よね。何年も前のログイン記録まで取ってあるなんて。そうかもしれないね。こんなにやってたのにどうしてやめちゃったんですか？自分の限界が見えたからかしらね。ある日ね、私なんかじゃ到底かなわない相手と出会ったもん。え、そんなすごい人がいたんですか？だって全国で一桁だったんですよね。そうね。あの頃の成績はすごい。400戦もしてるのに負けは数回だけだよ。その中の敗北相手がね、すごかったのよ。最後の負けがついた日の出来事だったわ。あの頃は随分とやり込んでいて、ほとんどの機体を手足のように操れたわ。この負けがついた日もね、調子が悪かったわけじゃないの。この日も五色戦を勝って2戦2勝、気持ちは乗ってたわ。次はどんな期待と言われるんだろうとワクワクしながらマッチング結果を待っていたの。ねえ純一くん、昔の期待は何を使ってたの？あの日、私の五色線を落としたのは神殿だったわ。
純一。この名前に覚えはある？純一くん、ネットで本名そのままを使うのは危ないよ。子供だから余計に危ないんだよ。そう、あなただったのね。ああ、もう、こんな出会いをするなんて、積年の恨みも吹き飛んじゃったわよ。もちろんよ。あの時に圧倒的な実力差を見せつけられてから、勝負にこだわるのが馬鹿らしくなってしまったんだもの。昔、アキコさんに教えてもらった時にも言われたのよ。私には勝負へのこだわりが足りないって。積極的に敵対するのも問題だけど、戦いに一切のこだわりを持たないのも美徳ではないって。確かにその通りなのかもしれないわね。よく加藤さんにも文句を言われたし。まあ、あの子は私と違って勝負にこだわるタイプだったから余計に苛立ったのだと思うけど、次に姉子になったら私が勝負にこだわらなくなったのはこの人のせいだって教えてあげないとね。責任取ってもらわないとね。けど、純一くんが菜穂子さんの人生を狂わせたってこと？え？せいがい。どうかしらね。ありがとう。先に休憩にしましょうか。そろそろいい時間だものね。君が手伝ってくれるようになって時間に余裕ができたわ。こういう時間って意外と楽しいのね。心配しすぎよ。とても助かってるわ。そういえば、まだミサンガはつけてくれてないの？験担ぎなんだし、そんな深刻に悩まなくてもいいと思うけど。そんな風に思ってもらえるのなら、プレゼントした甲斐があるわね。あのね、純一くん、ちょっと待って。ミサンガはもともと私からのお礼としてあげたものよね。それなのに君からもう一度もらうのはおかしいわ。君って本当に律儀な性格みたいね。それならもしよかったら、一つお願いを聞いてくれる？ありがとう。じゃあ、すぐにお願いしようかな。肩を揉んでもらえる？純一くん、どうしたの？
そろそろお願いできない？じゃあ、お願いね。純一くん？そう？肩を人に触れられるのは慣れてないから、少し不思議な感じがするわ。あの子が人間のメンテナンスをやってくれると思う？だから君にお願いしたっていうわけ。じゃあお願いね。大丈夫よ、プリンじゃないんだから。そんなにすぐ崩れたりしないわ。痛かったらすぐに言うから、安心していいわよ。だからもう少し力を入れてね。うん、もう少し力を入れても大丈夫よ。痛かったけど、それ以上に気持ちよかったわ。今のところお願いできる？いいわ、それもっとお願いしていい？首の方もお願いできるかしら。もう少し内側の方。ああ、髪を巻き込まないように注意してね。上手みたいね。すごく気持ちがいいわ。
がとう。気持ちよかったわ。少し肩が軽くなった気がするわ。肩もみとか慣れているの？なるほどね。それで慣れてる感じがしたのかしらね。よかったら、今度またお願いできるかしら。じゃあ、もう少しだけ時間があるし、続きをやってしまいましょうか。にゃあ。何おっさんっぽい顔で見てるのよ。やらしいわね。ほんとかなあ。ねえ、なほちゃんはどう思う？別に、純一くんがそういうのならそうなんでしょ？へえ。なるほどね。サイコ、勝手な想像を膨らませないこと。はーい。何をするつもりだ。お前だって分かってんだろ。最弱だって思われてる俺たち多くでもよ、この世界じゃ姫吉様に好き勝手できんだってな。肌色だね。はあ、男向けの深夜アニメね。なんで男子ってこんなの見て喜べるんだか。でもカズサちゃんずっと見てるよ。そりゃこんなの流れてれば気になるのは当然でしょ。そういう光だって見てるじゃない。えへへ、そうだよね。なんか気になるよね。みまりちゃんも気になる？別に。やっぱり純一くんもこういうのが好きなの？やっぱり好きなのね。ノーコメントということは肯定ということよね。やめなさい。うわ、なんかひどいことになってるよ。てかさ、何このエルフだか姫だかって人、本当に戦う気があるわけ？水着みたいな服着てさ。きっと体を守るバリアみたいのがあるんだよ。あれ、あっさりやられたね。骨骨初期。興味がないのなら見ていても差し支えないわよね。なんという屈辱。そのような補正に負けるなど、殺せ。そんなこと言ってられるのも今のうちだぜ。おれ。やめて。やめなさい。そんなところに触れては。
きなアニメって過激だね。さらに肌色、この国の風紀は乱れてますね。大問題です。そんなこと言ってあんたかぶりつきで見てるじゃない。あ、君たちはまだダメです。大人になってから見ましょうね。なるほど。いや、ダメ、指止まらない。